ここに印鑑をします。鍋割り行って、遠野岳行って、で、矢別に行って、大山登って、スタンプ全部集めると手ぬぐいがもらえます。気持ちいいな、これはいい。ガチョウです。これ僕のランニングスペックです。アラフィフですけど、この記録更新できるようにガチで走っていきます。ここは丹沢の玄関口の大倉です。今日はね、丹沢大山山並みスタンプラリーっていうのをやります。これは秦野市の観光協会がやっていて、期間が2021年の4月の1日から来年の3月の31日まで、毎年やってて、今まさにやってるのは10回目かな。過去に僕2回ぐらいやったことあるんだけどね、改めて今日やってみようと思います。細かい内容に関しては、秦野市の観光協会のホームページ、それを僕の動画の概要欄のところに貼っとくので、それをご覧いただければと思います。とはいえ、簡単に、やり方を話をすると、まずそのスタンプを集めるための台紙、それを買ってきます。500円。でこの近辺のコンビニとかお店で販売をしています。それを手に入れたら6カ所回ると、6カ所はね、大倉でしょ、鍋割、遠野岳で、矢別、大山、それから大山の観光協会かな。で昔はね、昔っていうか去年までは丹沢山だったんですよ。矢別峠ではなくて、なので結構ハードな感じだったんだけど、ちょっと矢別峠に変わったことで、コースは楽になってるはず。全部で25キロぐらいかな。はい、では早速ですね、そのスタンプラリーを始めようと思います。まずは台紙を、買ってきます。それでは行ってきます。ガチオのランチャンネル。開かない、そこにあるんだけど失敗した。9時からだ。今8時20分早すぎた。40分どっかで時間潰そう。待つしかない。500円。はい、これ。はい、はい、はい、どうもありがとうございます。ここね、はい、ありがとうございます。助かります。やった、ゲットした。お蕎麦屋さんで今もらったんで、ここに印鑑をします。鍋割り行って、遠野岳行って、で、矢別に行って、大山登って、観光協会という感じかな。よし、大倉スタンプをしました。次は鍋割山に行きます。標高 1272m ですね。鍋割は向こうですね。スタンプ全部集めると手ぬぐいがもらえます。でさらに、これそう、はがきがここについてるんで、これポストに投函すると、景品がもらえるはず。で僕の友達とかは結構ね、これ当たってんだよねバッグかなんか当たってたな。なのでちょっと今日もこれね、終わったらポストに投函しようと思います大倉のスタンプを押すところが2カ所あります。まず1つは山カフェ、昔どんぐりって言われたところですね。で、あともう1つは蕎麦屋さん、バス停の正面にある坂間さん、そこです。で、今日月曜日で山カフェ定休日で入れなかったんですけど、幸いなことに坂間さんの方はやってました。ウェブサイト見たら8時って書いてあったんだけど、お店の看板は11時になってて、で準備中の看板でしたから、あれと思ったんだけど、開けたらお店の人が出てきてくれて買うことができた台紙をね。でスタンプはそばにあったんでよかった。ちょっと注意した方がいいね。多分スタートはね、9時ぐらいを目安にした方がいいと思います。今ここが標高が300ぐらいです。で鍋割りが1200
50とかでしょ。だからだいたい 1000m ぐらいあるんですね。なかなかだな。1.7km、いい感じの登りです。うー、やっぱりこう鍋割りの登りはいいね。遠野岳とはまた違った感じだ。鍋割り山荘が見えます。お願いします。はい、鍋割りが押されました。向こうに江ノ島が見える、ここまで1時間半、で距離で、8.4km、 累積の標高が980ですね。で次は遠野岳向かいます。遠野岳ね、遠野岳 2.8、 こっち気持ちいいな。あと600、バカをねルートと合流しました。よし、バカをねルートっていうのは、大船から遠野岳までのコースを言います。すごくこうメジャーなコース。なんでバカっていうか、バカみたいに登るとかそういう意味だって、聞いたことがあるけど。遠野岳山頂、じゃあスタンプを押しに行こう。よいしょ、遠野岳行こうか。オッケー、遠野岳押しました。次が矢別か、新しくできたレストハウスですね。そこに行きます。これね、三ノ島方面向かいます。三ノ島 4.2、 矢別 7.9。 遠野岳の山頂までは2時間20分、で距離が11キロ、で累積の獲得標高が1320ですね。ちょっとがれてるところが多いんで、まあゆっくり行きます。本当は今の遠野岳から、タンターさんの方に行かなきゃいけなかったんですよね。スタンプが置いてあるところがタンターさんだったんで。なんだけど、それが矢別に変更になりました。っていうのはね、矢別に新しいレストハウスができたんですよね。そこをどうしても行かせなかったんだろうね、あの観光協会的には。そこがちょっと新しくできた名物スポットなんで、そこでお昼ご飯が食べられたらいいかなって思ってます。多分カレーとかあるんじゃないかな。新大地、じゃあこっち、もういいね。おお、気持ちいいな。これはいい。このマウンの方まで見えるよ、今日は。小山でしょ。正面が山の方だ。
あと900、あそこに見えるのが三ノ島だね、正面に。富士山は今日は見えない。ではこれから矢口になります。どのくらいかな、500ぐらい下が下がる感じかな。こっちだね。こっちに行くと大倉に戻ります。今日は戻んないので矢口5向かいます。すごいな、三ノ島のこっちこんなに整備されたのか。すごい綺麗になった。二ノ島、ではこっちですね。よし、ふう。じゃあ矢口は向こう。いつもここは練習で通ってるとこだね。峠そうで。矢口峠着いた。4時間ですね、大体。で、距離が 18.5 キロ。で、累積の標高が、1650。じゃあ、やべ、そうね。あそこにね、できたんですよ。ネットハウスが。あそこが、スタンプを押すところ。お昼ご飯は食べられたら食べようか。あ、すごいね。タンザーロイヤルカレー、これ行きますか。綺麗だね。ここにじゃあ落ちますか。はい、トリです。あ、こんにちは。いいですか。はい、食事も大丈夫ですか。だけだからカレー食べようかな。ありがとうございます。よし、カレーを食って元気になったよ。丹沢ロイヤルカレーいただきました。まあちょっと1200円だからね、若干お高い感じはするけど、とても美味しかったです。まあせっかく来たら食べてみてもいいかもしれません。おすすめです。美味しかった本当に。はい、次はスタンプはね、お山山頂です。こっから2キロぐらいかな、 2.5 か上がったところに山頂があるんで、そこでスタンプを押します。あ、気持ちいいな。すげえ一生懸命な相手。なんだこれ、塗られてる。ここにスタンプがあった。はい、OK。 あとは大山の観光案内所です。これはもう山頂から降りていけばあります。
応いつもね山頂混んでてなかなか行きにくいんだけど、今日はめっちゃ空いてんじゃないか。大山山頂、いつもこう写真撮ろうとして列になってるところ、今日はガラガラだから触れた。ここまで4時間40分、距離が21キロ、で累積の標高が2150です。まあそこそこだね。昨日雨降ってからさ、ちょっとこれ石が滑るかもしれないから気をつけた方がいいな。大山の案内所もうすぐです。あのね、これ気をつけなきゃいけないのはさ、あの案内所5時で閉まっちゃうんで、1日でコンプリートをするとなると、その、終了時間を意識しないとダメですね。今は3時10分なんで大丈夫。まあ、丹沢山まで行かなくなったんで、あの距離が短くなってるから、その分1日のコンプリートやりやすくなってるのは確かだと思います。大山観光案内所、よし、よし、はい、じゃあこちらが天狗宮ですね。はい、ありがとうございます。はい、そこに押していただきます。そうで、これ半分に切って住所書いて出せば、ああ、なるほど、うん、あそこのここに入れていけば、はい、入れていけばいいですか。手いらないですから。あ、わかりました、はい、じゃあやっていきます、はい、すいません、そういうことか。じゃあここに必要事項を書いて、でここにポンと入れとけばいいんだね。もらいました。とりあえず終わった。でもやったよ。あ、なんか変わった？はい、走ってきました。あ、丹沢大山山並みスタンプラリー。うん。距離が24キロですね。時間が5時間30分で、獲得標高が2200メーターです、うん、いや楽しかったですよ、すごく、うん。朝9時に大倉スタートして、今ここに3時過ぎか3時30分に、全て完了しました。で今スタンプもね、全部こうやって6つ押して、で応募用のハガキ、あれを送ると景品がもらえるので、それはちょっと心待ちにしようかなっていうふうに思います。であとね、1年間に4回、チャレンジすると、そして、完走するとグランドスラムっていうことで、また別の景品がもらえるそうです。なので、ぜひよかったらですね、チャレンジください。はい、今日のコースデータはストラバの方に載せておきます。僕の動画概要欄にありますので、よかったら参考になさってください。はい、今回は以上です。こんな感じで、今日は、まあ、イベントの紹介、コース案内かなっていう感じでした。その他にレースレポートとか練習内容の案内とか、あと旅ランの様子なんかを、織り交ぜながら
配信していきます。ランニングのモチベーション、走る気持ちがスイッチオンになるような内容を目指していきますので、ぜひともですねチャンネル登録のほどよろしくお願いします。そしていつものお願いですけど、グッドボタンとコメントいただけるとすごく励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。はぁ、喉渇いた。暑いよ。やばい。まだね。いや、急に飲んだら痛い。まだね、体が暑さに慣れてない。暑熱順化できてない感じがすごくします。体温調整がうまくできないんで、結構疲れるね。とはいえこれもう積み重ねていくしかないので、暑さに体慣らしていきます。皆さんもねあんまり最初から飛ばしちゃうとバテるので、少しずつ、暑さに慣れていきましょう。はい。頑張りましょう。ああそこにねバスが来てるんで、今日はバス乗って帰ります。よかった、乗れる。